世尊寺行能県長7年は、鎌倉時代前期の区業、農所家、家人。太子交代豪愚、両、藤原湖列根の長男。官位は、十三位、右京大部。世尊寺家の第八代目当主。世尊寺の加盟は、行能の代より用いられたとされている。後鳥羽印世紀初頭の県人元年助諸し、元級元年区内県省有に任ぜられる。 その後、元給2年十5以上、元給4年生5位下と昇進するが、後鳥羽院世期中期以降昇進が止まり、上級2年になって13年ぶりに、少女されて、ようやく14位下となる。上級3年に発生した、上級の乱後は、上級4年十4以上、修理大部、下録3年生4位下に除任されるなど、再び昇進した。安定年節間に復帰した 苦情同化の信任を受け、管理元年同化は娘子の時代の際に用いる、屏風の色紙形作成の功労などを称して、三政家国にあった、蓮華王飲料の一部を、行能に与えている。また、鎌倉幕府とも関係が深く、東国に下った時に読んだ和歌が、俗古今和歌集に所集されている。天福元年四条天皇の大上会における、雪月屏風色紙型の聖書を、 行能が担当することになったが、行能はそこに記す和歌に自作のものを採用するように願った。和歌は当代を代表する歌人が読むものとされ、聖書訳が読んだ洗礼がないためにこのことが問題視されたが、藤原定家は、行能の和歌にはそれだけの才能があること、世尊寺家は代々、色紙形を書くときに備えて、歴代の色紙形を練習に用いているので、 問題はないと行能を推挙している。文略元年には、自身の和歌も再録された、新直線和歌集の聖書を担当する。家庭に年中3位に除せられたが、これは、世尊寺家の3代目、藤原コレフサが失脚して、以来、約150年ぶりの世尊寺家からの3位ち位となった。忍字元年に出家。法名は若年。家を、養子の京朝に譲っている。 直線歌人として、新古今和歌集以下の直線和歌集に47種が再録されている。諸家伝による、尊辟文脈による、ありがとうございます。